筋肉質、筋肉質とは筋肉組織の発達した状態のことを言う。人間以外の生物に当てはめる場合は、単純に筋肉組織の発達した特性のみを指すことが多いが、人間の特性として考える場合は、長年にわたりスポーツ文化を発展させてきたこともあり、しばしば身体鍛錬の象徴としての意味合いがこれに加わる。筋肉質であることを、 体育学的に言えば、体の鍛錬が理想的な状態に達したことを指すものと思われる。体を鍛錬し、筋肉を身につけて強靭な肉体に近づくことにこそ、体育の意義が、と言える。従来の体育教育は、競争第一主義で、所定の競技に勝ち抜くための身体能力並びに、技能の向上に主眼が置かれ、今に至るまで変わっていない。 皮肉にも主要国を中心に肥満による成人病の発生が問題化し、有酸素運動など体質改善を一義にしたものに日の目が当たるようになったが、こうした動きはむしろ体育学が本来あるべきに近いものであると言える。各種スポーツにおいては筋肉量を増やすことよりも競技能力の向上が優先される。必要なのは身体能力の向上であって、 野球における投手のように微妙なボディバランスが生命線となるような競技においては必要以上に筋肉をつけることがかえって不利に働くこともある。反対にレスリングやアメリカンフットボールのように力のぶつかり合いとボディコンタクトの双方が頻繁に生じる競技においてはできる限り筋力を増大し衝撃から身を守るために筋肉をより多くつけることが奨励される場合もある。 筋肉質な肉体を追求する競技としては、ボディビルディングがあり、この競技の出場選手がしばしば筋肉質の象徴的な存在となっている。筋肉の発達した男性の身体、裸体が、用の東西を問わずしばしば彫刻や絵画の対象になるなど、美しさを表すものとして、古くから認識されてきている。また女性に対するセックスアピールの手段としても、 筋肉の鍛えられた体はしばしば武器であり続けてきた。この筋肉の発達し、美しい状態のことを、しばしば筋肉美とか体美という語を用いて形容してきたが、これらの語は男性の魅力を表現するために用いられてきたものであり、女性に対してこうした表現を用いることはつい、最近までほとんどなかった。オリンピックには早くから女性選手が出場しており、 スポーツの分野は、比較的早期から男女とも動産がが図られた場で、あると言えるが、数多くの有名な女性選手が登場しても、彼女たちの筋肉が男性同様に注目されることは、まずなかった。というよりも、むしろ、女性の場倍新規以降でもアンドロゲンの分泌が少ないため、男性に比べて筋肉が発達せず、筋肉が男性並みに発達した女性選手が非常に少なく、 そこまでの肉体改造も求められなかったためと言える。ただ、現在のボディビルディング競技では、フィットネス技術の進歩もあり、男性顔負けの筋骨隆々とした女性選手が多く出場している。ボディビルディング競技にも、比較的早くから女性選手が出場していたが、当初は現在で言うところのフィットネス競技に近いもので、それも適度に鍛えられた健康美を自慢する性格の、もであった。 1970年代後半以降になると、女性の流行体系に変化が生じる。スレンダーという用語が一般的になり、男性が一般的に好む曲線的な体系ではなく、女性が自ら好む体系を求めるようになった。ボディビル界の山口も恵子こと、西脇道子の登場もこの頃である。芸能人の体系も変化した。この頃、 日本初の本格的アクション女優として、志保美悦子が登場し、筋肉の鍛えられた健康的な死体を見せていた。その後は、女性が筋肉をつけることが忌避される風潮もあり、筋肉質の女性芸能人は珍しい存在であったが、現在では女性の地位向上や価値観の変化もあり、水野優子やソニーなど、筋肉質な死体を魅力の一つとしている。 芸能人も見られるようになった。思春期に第二次成長によってアンドロゲンの分泌が活発となり、その作用で肩幅が広くなった後に筋肉が発達し、その上でスポーツなどで鍛えられた肉体を持つ俳優が人気を集めてきた筋肉美を誇る男性でも、アーノルド・シュワルツネッカーのような流々とした筋肉より、香港の俳優であるブルース・リーのような引き締まった。 筋肉質の男性が人気を集める傾向がある。1970年代にブルース・リーが一世を風靡すると、これに感化された日本人男性の間でも筋肉をつけることを意識して体を鍛えるものが増加するようになり、藤勝也やジョニー・オークラのような人物も登場する。1980年代に上映されたシルベスター・スタローンや、 アーノルド・シュワルツェネカーラ・筋骨隆々な俳優主演のハリウッド映画が流星を極めたに、ことにもより筋肉の鍛えられた男優が注目され、日本でも昼ドラマ、夏の嵐などの嵐三部作で主演男優の渡辺博之が精悍な風貌と鍛えられた肉体を披露し、女性ファンの人気を集めた。 渡辺のブレイクなどから高橋勝則などの鍛えられた肉体を持つ俳優が人気を集めるようになり、レーザーラモン HG 中、山金に君、正治千春のような筋肉芸人やアクションでの長い台などのように、マッチョな肉体とソフトな雰囲気を持つタイプの俳優も多数登場するようになった。また本格的にボディビルをしていた木村幸三のような俳優も出てきており、 そういった影響を受けて、多くの一般、ゲイではない男性も筋肉質な肉体を目指すまでに至っている。最近では、アンドロゲンの分泌が活発になり始める、思春期か、それよりも前から筋トレを行っているタレントも多く、昔に比べて、定年レジより始める傾向が見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。